この中で、探偵はドズ探偵、コミ探偵か、今日はドズコミですね。探偵役は意外とでもボンさんとかよく見てますけどね。ドラム君は嘘がうまいし。なあ、じゃあホラフになったんだ。対面しました。ああドズル茶色くなっちゃってるじゃん今日。ちょっとウンコみたいな色になっちゃってるじゃん、はい、ウンコみたいな。先輩コミチューさんにやっぱうんちうんち。僕さんに役をお渡ししたのに。ありがとう。それでは皆さん、はいはいはい、行きましょうか。はい、五分を。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 どんがかありがとうございます。どんがかありがとうございます。ということはコミケーブがいるから。コミケーブがいるから、タタ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 タ。おい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 。あ、これでやるところのあれがあるんだ、仕事が。おいやべ。やった。おお、お手手が早い。お手手が早い。早いですね。今エレクトリカルでカズさんが麺をやってるところを見ました。嘘だろ。え、コミチンさんもエレクトリカルいますよね。うん、俺ね、いたけど助けてて全然気づかなかった。ああ、それだったら気づかなかったですね。あのカズさんが麺を嘘。嘘唐突に。はい、他いなかった。いや、でもうちやらんで。だって完全にさ、まあ、オラフ君見てるならまあそうだよね。まあまあカズさん一緒。オラフ君とメンが一緒にいたのは俺覚えてる。おい。だよね。僕ちょっとエレクトリカル。カズさん来た。はい。はい。ちょっともうちょい状況説明してほしいです。リアクター解除してから、コミチンさんととかとみんなで多分ローアエンジンの方行ってエレクトリカル入って、はい、で多分コミチンさんとかメンとか、はい、カズさんは で、ま、で僕が後から入ってちょっと3人もしかしたら人道エレクトリカルで殺されるかもわからないんで、まあ多分タスクやってるかなと思ってちょっと後ろの方で見てたんですよ。で、うん、ちょっとの奥の方で覗きに行ったらカズさんがペッてやってるって。でもそれさ普通考えてさ神経的におかしいよね。だってコミチンだってメンやろ、ほんでオラフくんやろ、はい、その中でやるってさおかしくない？なんか普通に考えて。いやカズさんサイコパスだからまあやるよね普通に。おかしいよね完全にさもう見られて、ね、それカズさん普通に下手くそなプレイをしただけかもしれないですね。おかしいよね。まあとりあえずかあのエレクトリカルにいたのは今の話的には、はい、カズさん、オラフ君、コミチンさん、メンの4人ってことですよね。うちもただ多数しただけはですよ。カズさんはだから後から入ってきた感じですね。いや、うち最初からいたぞ。先にいて出てったっていう。僕がセルフレポートならカズさん、僕をさっきまず疑うはずですよね。うん、いや、うちも、ね、今何を超えたかわからんでさ。普通にさ、ミッションこなしてただけでさ、ね、カズさんがやってるって言って。みんなるのおかしいから、まあ、カズさんの間違いないと思う。ちなみに、オンリーもやられてるんですけど、誰かオンリーのちょっと見てない、ね、見てない。オンリーはね、ウェポンにいて、あ、なんかちょっとわかるかも。あ、お願いします。ちょっとなんでだよ。ちょっと今日言い訳ありますよ。だってさ、赤ってドズルさんじゃん。ドズルいるわと思ってダブルキルやと思ったらさ、ドズルじゃねえんだもんこれ。ドズルじゃねえんだもんこれ。これよ、ドズルじゃねえんだもん。こんなもん文句しかないよ、文句しか。オンリーを最後に見たのが、はい、ウェポンでずっとマグニートピコ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 やってる風の感じの動きをしてて、はい、で最初そのリアクターでも僕とマグニートオンリーはこう動かなかったんですよ、ウェポンからそれぞれこうやってる、うん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 、やってて、でふざけんな、ごめん、まあ、僕ダウンロードが終わったんでこう行こうとしたらそれにマグニーもついてきたけどついてたついてた、うん、カフェテリアあたりからもついてきてなかった感じですよね。なるほど。いや、うん、行ったよ、ギリギリリアクター前までそのまま下ってったって感じ。僕とそうですね、僕とオラフ君もウェポンから、一番先に出たんですよ、二人でですよね、俺。はい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 、はい、そうですね、一緒に出ました。なんでだよ。右上に何人か残ってるなっていうメンバーがいたので、コミチンさんとマグニーさんとオンリーが右上に残ったってことですよね。ダブルキルの。そうですね。で、僕はコミチン、もう色左下、マグニーはだから壁テリアから下に行ってそのままエレクトリカルに行ったってことですか。あのね、色間違いは初めてだな。リアクターの前通ったよ、そこまで行った。
ロアエンジン抜けてエレクトリカルにタスクしに行ってタスクして出ようと思ったらコミチンカズさん、メン悪くないか今回で、ウカ来たのかな、オラフも見たのかな、わかんないけど、覚えてないけど、そのまま出てたで、ストレージの方へ向かっていこうと思ったらっていう感じ。コミチンさんに質問なんですけど、コミチンさん目線、マグニーさんが、オンリーをやって合流した可能性ありますか？十分にありえますね、感じ的には。マグニーさん的にはどうですか？マグニーさん的にはコミチンさんがその手法取れますか？いや、絶対無理。あの、ずっと見れた。じゃあ、コミチンさんかボンさんのどっちか、あ、コミチンさんじゃマグニーさんかボンさんのどっちかって可能性が今のとこね。うん、うん。上でやられてたな。おずるし、すごいな。どこでやられてたかにもよるけどな、オンリー。そうですよね。そこが。リアクターには来てない。リアクター、ボン、来ました？リアクターに、とりあえずあの、ケーブが、リアクター解除行ったのって、ボンさんいなかったっすよ。僕、オラフ君と、カズさんでした。サボタージュ。で、そうですよね。で、僕も、あ、結構遅れて行ったのに、あ、少なと思ったんですよね。あー、じゃあ、いなかったっすか。やるとしたら、紫か黄緑だと思う。紫色、名前で言ってください。そうそう。めんどくさいな。って言うの。全然こんなみたいな。ごぶんを。早かったな、成仏。取れ高や、動画かや、言ってたのに。早かったな。いや、間違えるわ、これ。うお、やる。釣りにかかったよ。すまん。あ、ごめんなさい、はい、ちょっとあのもうちょっともうちょっと冷たいなと思いましてあのさせていただきました。リアクター鳴った時ってボンさん左下にいたんすか？リアクター鳴った時は鳴った時は右下いました。右下、右側、割とさっき左下って言いました。いや鳴った時、いやそれでリアクター終わった後左下に行って、あ、なるほどなるほど、ローアエンジンのタスクをやってた。なるほどね。ローアエンジンのタスクをやってた。みんなと合流しました？エレクトリカルのはしてないです全く。ボンさんかマグニーのどっちか釣ろうとしてる。誰も見てないところでやってる可能性が。一人だったんですかずっと。大原面とリアクター会場に向かいました。右から下を持って。それで大原面は多分エレクトロがそのまま行ったんでしょうけど、僕はローエンジンでタスクをやってたので誰とも会ってないです。でオンリーが左に来たのを知ってると。オンリー左にいませんでした。誘導陣は。僕は会ってないんですよね。いや僕も会ってないっすね。オンリーはね、ギリギリまで右にいたから、一番最後までウェポンにずっと残ってた。こんな危険なの。じゃあ、最後に来た人。左に行ってない人ってなると、だからボンさんがリアクター行ってないのはその2人だから、はい、紫と黄緑の2人だから。ケーブコミチン来た、ケーブコミチン。そう、マグニーがリアクター行ったっていうなら、ボンさんがかなり、もう。黒に近い紫みたいな。もうケーブがね、目をつけたら2人釣るからね、これ2人。2人釣って、あれ違うってなって、ドズルシが、リアクター合流した感じですか。釣って終わりよ。じゃあちょっと怪しくなりますね。ほらほらほら。俺、ちゃんとついてたんだから。みんなと覚えてない、俺とすれ違ったこと。安心して。じゃあ一番最初に釣られるな。紫とはすれ違ってない気がする。で、ボンさん以外オンリーの目撃情報がないっていうのもちょっと怪しいは怪しいですよね。なるほど。右でボンさんがやって、左で合流してきてる可能性もゼロです。なるほど。ちょっとじゃあ紫いいですか？残ってましたよね。紫でいいですか？もういいと思うけどな。いっちゃいますかね。紫でいいですか？もう釣りが早い線線でもない。幸先よくも。もう幸先よくチューンって、もうチューンって釣っても。やるなぁ。そうね。早い。これ食べたら次黄緑釣れやんだよね。黄緑釣りやるな。マグニーさんどうしたの？知らんぞ。はい、このケーブの邪魔だけはさせてもらおう。あ、おお、またまたもう一回入ろうとしてる。はい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 。こうするとカシャってしまう。あれ？え？これ怖い。勝ったと思ったんだけどダメでしたね。ボンさんじゃなかったっすね。なかったっすね。これ怖い。見事でした。今の感じからすると、マグニーは調理を確信してギャグで多分言ったと思うんですよ、あの感じ。ああ、なるほどなるほど。はい。で、正解正解。ステックダウンと、
ドズルマンだよね、じゃあな、あとは。なるほど。僕は結構コミチンさんで同じ理論で、うん、カズさんは間違いないですよね。うん、あ、でも、カズさんは間違いなさそう。オラフ君と、はい、その、うんそうですね、僕と、僕は信頼関係があって、あとマグニーは大丈夫。今の発言の、そうですよね。感じからすると、はい、なので、まあ、消去法でも、僕ちょっと話して何か最後に言い残すことがあればどうぞ。僕的には結構コミチンさんが怪しいポイント何個かあって、一つは、まずカズさんの最初、犯行なんですけど、うん、オラフ君の証言が正しければ4人いる中でキルを取ったことになるんですよ。だからそこに人狼が2人いたんじゃないかなって僕は推理して見間違いだ見間違い。ダブルキルを誘ったけどもう一人の人狼が乗ってこなかったパターン、うん、でコミチンさんが人狼だった場合、そんな下手じゃない俺そんな下手じゃないよ。じゃないと、ボルさんの下手で悪かったら、僕的には下手で悪かったら合わないなと思ったのが一つと、キルできなかったら、実は合わないことするから、カズさんは。え、カズさん、カズさん、そうやったオンリーちゃん、どのタイミングで殺されたってことね。あ、そっか。当ててくれよ、ね、色間違えたんじゃねえかっていう。コミティさんが最初に右で倒して、はい、そのままリアクターの方行って、やっ、うん、言ってたらだって、オンリー君がその上っぽい残ってたって言う必要がないもん、としたら。でも、オンリーを倒した後、クールタイムが、残ってて、カズさんはそれを分からずにダブルキルを狙ったっていう可能性だとどうですか？それだとマグニーが一緒に途中までいるから無理だと思う。マグニーがそのオンリー君と別れた時はマグニーと2人で離れてるから。いや、うん、じゃあドズルさんがスパインジあのゲーム昔ながらのゲームやな。スパインジの辺でオンリーちゃんやった説。リアクター終わりに多分やってるんだと思う。ドズル君がリアクター終わりにやってる。だって僕とオラフ君一番最初に入ってるんですよ、リアクターに。そうですね。リアクター終わり、リアクター終わり。終わった後ですね、はぐれた後に。いやー、それは、そのせいあるからな。全然わからんわ。全然ありますね。あれ、あんまり見よ。ケーブー。ここはでも、ちょっとそこまで強くない。いや、色違いで間違えたんじゃないって気づけよ。釣っていいと思う。もうだって、多分、釣れないし、もう。いや、多分、オンリーちゃん、アッパーエンジンかカフェテリアのネットメインやったり、ね、ごめんよ、ボンジュール君、ごめんよ。ごめんなさい、ボンさん、ごめんなさい。いや、勝ってほしい。これ負けました。本当に負けてる。怖い、勝ってほしい、勝ってほしい、マジで勝ってほしい。よっしゃー！よかったー。今行けたと思ったのに。どうするの？怖っ。一つ聞いていいかい？皆さん。はい。4人もいる中で、なんで私は単独でキルを入れたのでしょうか？なんでなんですか？分からんの？何がしたかったんですか？コミチンがドズルかと思ってダブルキルを狙ったんだよ赤色コミチンやったやないかふざけんなコミチンどんな色いじったじゃないですか、カズさん。